夕飯にしようかい。うん、夕飯はお鍋。お鍋。これとこれとこれと、なんかいっぱい。いいね。うどんだね。そうそう。よし。どんくらい水入れる？そんな入れないでいいよね。そんなに入れなくても大変だもんね。そうそうそう。ちょっとずつ。どんくらい？それじゃ少ない。とりあえずうんか、うん、OK で AC オン。多分一瞬で沸くんじゃない、こんな。多分お肉がね、今日はね 570g、 もう結構だね。ビッコンビッコン。あ、もう熱い。ちょうどいいね、この椅子とテーブルも。一瞬で沸いた。4% 使った。3、4%。 全然減らない。すごいな。なんかしゃぶしゃぶ的な感じ、これ。いいでしょう。できたかな。ボコボコ言ってるもん、うん、ね。これね、お箸、うん、はい、ちょっと緩めとくよ、うん、いいよね、うん、これ野菜、うん、これ2個全部入れちゃっていい、うん、いいよね。え、大丈夫かな。水がほとんどないけどどう、これ。大丈夫大丈夫。できる？蓋はないよ。できる。すごいよね、これ。ナンブルみたいだね、もやしが。もやしが細くて美味しそう。頭がついててさ、うん。頭あった方がいいよね。栄養価も高いんでしょ、頭って。あ、そうなのかな。うん、美味しい、これ。シャキシャキ。美味しいね。うん。うん、うまい、うまい。これであと、うどんが2玉と、うん、お肉がもう半分、あと300ぐらい、うん、ちょうどいい ね、 ね、うん、なんか見た目悪いね、うん、本当だ。お肉を最後に全部入れたんだけど結構見た目悪いね。鍋っていうか、なんか肉を煮てるというかね、締め、うん、のうどん、うん、お風呂の時間です。温泉行くか。いやー、温まった温まった。最高の露天風呂だった。さてと、帰ってきたからドライヤーでもして、ちょっと髪の毛を乾かしてみようかな。よいしょ。1200W 使ってみよう。1363W も出てる。よし、大体乾いた。3分ちょっとぐらい使ったかな。それで48% になった。よし、じゃあそろそろ寝る準備に入る。うん、寝るから FF は切ったからね、うん、怖いから。はい、クリキ毛布で寝ようか。うん、しかも寒いから電気毛布今日で寝よう。今日何パーぐらい？え、160W も出んの？そんなに出ちゃうんだ。これ切ったら70ぐらいだと思ってたんだけど。ああ、やっぱ最初は結構出るんだね。よし、じゃあ寝ましょうか今日は。 OK。 あったかい？うん、あったかいよ。じゃあ明日は何時だ。6時には起きとくか。うん、だね。こっちの電気も消しちゃおう。おやすみ。おやすみ。おい、よし、行ってみよう。朝6時。早いね、朝。うん、寒いね。寒い。マイナス3度ぐらいだって。うん、凝ってるもんね、いろいろ。綺麗だね。日が差してきた。すごい。これで暖かくもなってくるんじゃない？すごいね。うん、
めちゃくちゃ綺麗。ねえ、綺麗だね。うん。私もこの一つがいっぱいいたから。そこを目指そう。いいスポットがあるんだよね。うわ、すごい。うん？すごい。うわ、本当だ。秋だよね。すごいな、ここ。ねえ、これモミジだ。あら、モミジはまだ緑なんだ。うん、変なの。すごいね。綺麗。暑いもん、もう俺ここだけ赤。ほんとだ。他は緑なのに。まだ緑だね。あー、綺麗だね。綺麗。すごい綺麗。あれ、あの飾り山かな。なのかな、イバイバシーの。どうなんだ。ね、綺麗だね。すごいよ、うんうん、すごいね。今ちょうどさ、あんま波立ってなくてすごい映ってる。もうさ、境目がどこかわかんない。すごいね。いっぱいこぼした。うん。それで？うん。昨日の夜さ、うん、ずっと使ったんだけど。電気毛布と FF ヒーター。まあ FF ヒーター夜切ったけどね。あと充電とか。うん。あと 18%。うん。2泊3日で使ってるけど、まあまあ余裕だね。うん、うんうん。寒い。よし、朝ごはんにしようぜ。うん、朝ごはんは、コーヒーと生ハムとクロワッサン。いいね。いいでしょ。うん、もう開いた。ちょっとしか入れなかったから足りないかな、もしかしたらね。エスプレッソじゃないもんね、よく考えたら。そうだよ、入れすぎないで。こんなもんかな。うん、どう、いいでしょ。いただきます。しかしここ紅葉すごかったな、釜池。うん、ね、うん、いっぱいカメラマンいたね。うん、でもなんかもうこの時間になると波立ってきて、ね、ダメだって言ってたよね。うん、言ってた。はい、はい、チーン。はい、いただきます。なんか寿司みたいだった、うん、縦に置いたからね。これからこれ食べたら大町の方に行こうかな。うん、よし、行こうか。うん、釜池出発、朝8時まだ。すごい。お風呂入ろうかな。誰もいないじゃん。入る？入ろうかな、どうする？ダメだった。
10時からだったね。朝10時からだった。今9時ぴったりでさ、9時からかなと思ったら10時からだった。よし、じゃあ白馬通って大町の方に行こうかな。ちょっと津ヶ池方面から行こう。同じ道で大町戻っちゃうとつまんないから。こっちから行けるのかな。津ヶ池って出てたからね。津ヶ池からさ、岩岳には抜けれるじゃん。すごいね、ここすごいよ、ここやばいぜ、あの左とか。ちょっと止まろう。ちょっとここら辺からと、ここからすごいね。一気に開けたね。ねえ、津ヶ池。あ、そうそう、こういうだだっ広い感じ、津ヶ池って。そうだよね。今日もすごい景色いいじゃん、雲もなくて。なくてね、雪もあって最高。岩岳左。あ、津ヶ池からこんな綺麗に見えるんだね。ねえ、すごいぞこれ。ほらすごいね。 いいね。今日も混んでるんじゃない。そうでしょう。さあ、国道に戻ってきたぞ。よかったね、津ヶ池から。結構 よかったね。よかった、すごい景色が見れた、すごい白馬の眺めが見えた。あ、でもこっからもすごいな。こっからも見えるね。こっからのがすごいかもしれない。両方すごい。わ、すごいな、やっぱり綺麗だな。街から見える山がすごい高い山だからさ、なんか圧倒的な感じがするね。近くに見えるのが。そうそうそうね、迫力があるよね。ねえ、ギザギザで。さあ、大町の方にさ、行こうと思うんだけど、まだ11時前でしょ。今何時だ。10時半ぐらいでしょ。10時、そうだね。で、お昼ご飯11時半とかからだから、行くのが、まず高瀬渓谷っていう紅葉が綺麗そうなとこ行ってみようと思うんだ。まだ早いかもしれないけど、ちょっと行ってみようよ。そうだね。で、そこ行ってから大町の街中入ってお昼ご飯食べたり、なんか食べ物買ったりして、フラフラしようかな。ここら辺はまだだね。上の方がちょっとしてるぐらい。来週、再来週ぐらいかな。来週まだ1週間以上かかりそうだよね。そうだね。やっぱ今年だいぶ遅いのかな。なんか遅いね。なあ、遅いと思う。大町温泉郷っていうのに入ってくらしいぞ。へえ、ここ右なんだ。立山かな、あれ。黒部ダムの方だよね、多分。ちょっとよくわかんない。なんかもうすごいね、稜線がなんか偽物みたい。あ、これはアナホリデーインだ。そうだよね。そうだね、アナに変わったんだよね、確か。うん、あ、すごいいいらしいよ。なんか評判がすごい。評判いいよね、ここのホテルね。すごい、いいとこにあるな。すごいいいとこじゃん。ちょっと山に入っていく道で、わー、すごい山。お、川もめちゃくちゃ水きれいだし、すごいね。きれいだね、山が。きれい。横はずっと渓谷か。結構な坂だぞ、ずっとこれ。お、なんかすごいとこ来た。着いたんじゃない？ここが出発なんじゃない？なんていうの？沖縄大木沢？12時間1000円だって、駐車場は。大木沢らしいよ、ここは。大木沢って書いてある。え、キプリバだったよ。行けちゃうじゃん。行きてえな。行きたくない？ねえ、行っちゃう？行きたいね。でも行くにはもうちょっとさ、時間がもったいないよね。時間がもったいないよ。よし、ここ戻ってきたぞ。ここだな。ここを右、右で、高瀬渓谷。お、なんだ、駐車場だ。あ、これがゴールかな。うわー、すごいな。すごいね。おー、綺麗。ゴールかな、それっぽい ね。みんな車止めてどっか行くのかな。七倉山荘。あー、そうなんだ。うわー、でも上すごいよ、これ。紅葉。
標高 1000m だってもっと上がったと思うんだけど、最初の入りがさ、低いところからだからね、大町の七倉山荘天然温泉日帰りありだってよ。いいな、いいね、ちょっとさ、なんかダムみたいね、ダムあったじゃん、ね、ロックフィルダムってなんか石岩岩をこう積み上げて作った面白いダムがあるから、うん、それちょっと見ていこうかな。わあ、見て、すごい、すごいね、うん、すごいじゃないこれ、すごい、なんだなんだ、すごくない、すごい ね、 ね、うわあ、はい、これ歩いてってたよ、そこ歩いててるんだ、うん、いいみたいって。昭和62年は命名か、すごいね、このダム、すごい、今の現在地がこのダムの横のところか、でずっとこう降りても行けるんだ、下の方に、下からも見学できるし、上からも見学できますよっていうところみたい。すごい、歩行者は行けるんだ、すごいよ、下からの風が、こんな感じ、もーってヒューヒューなってるじゃん、超怖い、足がすくんじゃう、意外と大丈夫だな、こういう壁があれば、そう、うん、壁がないとダメなのと、これ橋とかダメなのにね、これ全然大丈夫、じゃ車だと怖い、なんか信用ならないから、タイヤ取れたらどうしようとかさ、スリップしたらどうしようとかみたいな。よし、じゃあ大町に行くね、うん、なんかさ、大町に行く途中に教えてもらったどら焼き屋さんがあるから、コナっていうのかな、ほうほう、どら焼きコナだと思うんだけど、そこちょっといいね、どら焼き買ってこう、こっち、うん、こっちから来たよ、こっちなんだ、うん、あ、大町市街にって書いてある、うん、マーガリンどら焼きか、うん、なんかそんな感じのやつ、教習所の前にあるみたいなんだけど、なんか美味しいんだって、いいねいいね、どら焼き大好き、うん、でもその後また教えてもらったさ、うん、中華を予約してるんだけど大丈夫かな、大丈夫、あ、まあ、少なかったよね、今日電話で予約したの、そんなに多くないよ、チャーハン大盛りと餃子2つと野菜炒め、野菜炒めだけだもんね、うんうん、1人分だもんな、まあ、餃子が2枚あるからあれだけど、 1.5 人くらい、うん、1.5 ぐらいだもんね150m、あ、看板あるよ、あ、ピーって、あ、どら焼きっぽいな、絵が、これか、これだ、これ、あ、これだ、え、どこだろう、駐車場、あ、奥か、ここか、お店は、うん、オープン、オープン、え、やってる、オープンってなってるよ、あ、やってる、10時から17時だって、ここでいいんじゃない、ここでいいんだよね、うん、かわいいお店、うん、よし、こんなにいっぱい買っちゃったね、いや、でもさ、1個170円だったの、うん、2個で340円じゃん、うん、これなんか形が不揃いって言って、うん、5個で480円、おお、だいぶ安い、お得お得、ね、美味しそう、食べてみよう、うん、かわいいパッケージも、ね、お店の中もすごいかわいかった、ね、なんかこれがさ、もともと村上屋の味を継承してるみたいなね、この村上屋っていうのがすごい人気だったので、うーん、いただきます、うーん、すごいな、多分マーガリンかな、あ、すごいいっぱい入ってる、どら焼きというかマーガリンじゃん、もうほぼなんかパンケーキみたいだ ね、うん、すごい、本当、本当の味がパンケーキみたい、うん、まいな、これ、ん、あれ見て、んもう一個入ってる、パンが
ほら、なんだろうそれ、当たり俺のも入ってたのかな、気づかないんですけどね。すごい、もしかしたら。いただきます、ね、最高これ、ね、いいよね、うん、最高。なんかさ、おしゃれな入れ物もあったからさ、うん、お土産にもなりそうだね。あ、そうだね、うん、うん、よし、じゃあ次ね、うん、次は昼ご飯のテイクアウト、中華料理のね、俵屋飯店っていう人気店らしい、うん、ここはすごいよ、 Google マップでもすごい評価がいっぱいある。あ、そうなんだ、うん、400件ぐらいあるの。中華食べたかったんだよ ね、なかなかこれ中入ってこないじゃん、うん、商店街かなこれ、大町駅右、もう 400m で大町駅だって。あ、大町駅のところなんだ、うん、大糸線。ああ、お店はもうここら辺、お店はね、うん、160m で左側、なるほど、70m、 どれだどれだ、あれ、ここじゃない、あ、あった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 、うん、今あった、通り過ぎちゃった、通り過ぎちゃった、ちょっと駅で U ターンしようか。楽しみだな、中華久々だよね、久々ね。あ、そこそこそこ、あったあった、あ、あ、このカツ丼も美味しいって聞いたんだ、ここここここだよ。中華っぽくないな、すごい中華っぽくない、おしゃれ、超おしゃれじゃん、うん、すごかったぞ佇まいがね、え、うん、カフェかなと思う感じのおしゃれさだったね。無料だって、商店街の買い物用だって。ああ、そういうことね、いいじゃん、うん。なんかあの口コミとさ、餃子が美味しいとか見るとさ、うん、もう老舗のさ、うん、あの昔ながらのお店を想像してたんだけど、うんうん、だってもう気づかなかったもんね、通過しちゃったもんね。ここだって、ここだよ、これか、すごい、すごくない、ね、すごい、わーすごいね、わー、なんかいっぱいいるよ人、すごいなー、ここおしゃれだなー、美味しそう。餃子をかけちゃうよ、タレを、うん、めっちゃくちゃ美味しそうなんだけど、この餃子食べてみてよ。いただきます。これはでもさ、焼きたてを食べたいね、そうだね、お店でパリッとすごいな、なんだこれ、いただきます。おっきい、うん、うん、あ、めっちゃくちゃうまいな、この餃子食べ応えあるぞ、うん、すごい、チャーハンも美味しそうね、あー、うまい、めっちゃくちゃうまい、チャーハンも、うん、やばい、うまい、うまい、あー、いいぞこれは、スキーの帰りも毎回寄るな、これ美味しかったね、美味しかった、めっちゃくちゃうまかったな、ちょっとあそこ、これからの定番になっちゃう、そうだね、定番になるね、これは。次はさ、あの春巻きとさ、揚げ春巻きとさ、うん、あとシュウマイとね、あ、いいね、いいよね。この近くに大峰高原っていうのがあって、うん、七色カエデっていうのが見れるらしいんだ、うん、すごいよね、 7色だったら、うん、でもどうだろう、まだかな、ここら辺はね、うん、だから高原でめちゃくちゃ上がればもしかしたらいいかもしれないけど、ちょっと行ってみようよ、行ってみようか、ね、ここ左 170m、 あれか、あれすごいじゃん、もうあれすごいよ、あら、これだ、あ、めちゃくちゃ綺麗じゃん、すごい、すごいよ、人がいっぱいいるし、超綺麗だもん、すごい、うわ、こんな何、こんな何、一大観光地だ、綺麗だね、すごいぞこれは、本当にいろんな色がある ね、不思議だね、7色あるな、頑張って探したら、あるね、きっと7色以上あるかもね、微妙に色が全然違う、そうそう、緑からさ、オレンジまででもさ、うん、真っ赤もあるしね、ダメージの時は真っ赤、中入ってるの、説明書、 AC のコンセントか、アダプターは本体内蔵だね、これは、そういうことだね、
ソーラーの線と、お、なんだろうこれ、メーカーのロゴの入ったカバー、結構ずっしりだね。バッテリー容量が 2000Wh で、出力も 2000W で、瞬間出力が 4000W まで出るっていうポータブル電源を提供してもらいました。出力も相当大きいし、容量もめちゃくちゃあるので、もう何でも動くと思っても過言ではないぐらいパワーがあります。で、容量も大きいから家庭用のエアコンとかも普通に動かせるレベルですね。で、製品重量は 22kg なんで結構重くて、まあこう頻繁に持ち歩くというよりはもうどっかに据え付けて使うとか、あとはまあ家庭で家に置いといて非常用のバッテリーとして置いておくとか、そういう使い方がいいのかなと思います。もう一個すごいなと思うのが、家庭用のコンセントで 1100W で充電できるみたいです。なんで 1100W で充電するから、空になってたとしても、まあ、2時間以内でフル充電ができるっていう化け物みたいなポータブル電源ですね。もちろん純制限波だし、 50Hz、60Hz の切り替えもできるし、まあ、基本的な仕様はいろんなメーカーから出てるポータブルバッテリーと同じかなという感じなんですけど、まあ、急速充電ができて、さらに高出力高容量というところが最大の売りかなっていう感じですね。で、これあとリン酸鉄リチウムイオンなんで、あの安全性はとても高いと。充電が 25% になっちゃってたから今充電してるんだけど、すごいなこれ。インプットが 1000W 超えてるし、1時間半かからないらしい。 70% 以上充電するのに。あれ、あとこれすごいのが、 1000W 以上で充電してるのにファンが回らないんだね。涼しいからかな。ポタ電って充電するときウィンウィンファンが回って結構音が鳴るけど、お、ファン回ったけどめちゃくちゃ静かだな。うわーすごいな、全然気にならないなこれなら。